1888年のバンダイ山噴火は、1888年7月15日に発生したバンダイ山の噴火である。噴火に伴い山体崩壊が発生し、バンダイ山を構成する清掃火山の峰の一つであった小バンダイは全面的に崩壊し消滅した。そして北陸に岩屑な誰が流れ下り三つの集落が埋没した。その後、 岩屑の誰は水分を含みで流化して流せ、川流域に大きな被害を出した。さらに、万代山登録を襲った火災サージによる爆風、土石流によっても被害が出た。この噴火によって477名が死亡したとされ、これは明治以降の近代日本において最も多い犠牲者が発生した火山災害である。1888年7月15日。 噴火開始直後に、藍津若松で撮影された、盛んに噴煙を上げるバンダイ山。バンダイ山は、福島県中部の清掃火山であり、30万年前以上前より噴火を繰り返してきたと考えられている。バンダイ山の山陸部からはこれまで15回に及ぶ、山体崩壊による岩屑な誰の堆積物層が、確認されており、 バンダイ山の形成史は噴火と共に度重なる三体崩壊の発生もその特徴として挙げられている。1888年7月15日、バンダイ山は噴火を起こした。噴火によって発生した三体崩壊によって、バンダイ山を構成していた四つの清掃火山の一つであった小バンダイは全面的に崩壊し消滅した。 山体崩壊は大規模な岩屑なだれを引き起こして、北陸のひばる村方面を襲い、三つの集落が埋没した。岩屑なだれは長瀬川とその支流を稼働閉塞したため、ひばる湖、小野川湖、秋元湖などが形成され、二つの集落外転を余儀なくされた。そして岩屑なだれは、長瀬川の水などを含んで泥流化し、長瀬川流域を流れ下って、中流域の集落に、 大きな被害をもたらした。また、バンダイ山登録の主に、美和沢流域は、火災サージに伴ったものと考えられる爆風と、土石流に襲われた。そしてバンダイ山北陸にあった上の湯、中の湯、下の湯という三つの温泉に滞在していた、当時客らは、噴火そのものによる噴石などに襲われる被害に、見舞われた。 1888年のバンダイ山噴火による死者は477名と推定されており、これは明治以降の近代日本において最も多い犠牲者が発生した火山災害である。しかし1888年のバンダイ山噴火については噴火と山体崩壊のメカニズムと規模に関して専門家間で大きな見解の相違がある状態が続いている。 1888年の万代山噴火で100名を越す最大の死者が出た夕子さは集落の噴火霊碑1894年に建立された。また1888年の万代山噴火は明治維新以降の近代日本で発生した最初の大規模災害であった。明治20年代に入り、これまで親とい外国人に頼っていた科学が、 日本人の手によって担われるようになっており、バンダイさ噴火は日本の火山研究が盛んになるきっかけを提供することになった。中でも帝国大学の関谷整形、菊池康によるバンダイさ噴火に関する研究は日本における総合的火山研究の始まりであると評価されている。噴火後の救援、報道についても近代日本で 初めて発生した大規模災害らしく、鉄道や電報が活躍し、日本赤十字社の平時における救援活動、災害時のボランティア活動の始まりとなったり、報道機関主導の広範囲活大規模な義援金募集が行われた。また当時広まりつつあった写真や言動によって、多くの国民に新たな自然災害像がもたらされるようになった。そして、 母親戦争で朝敵とされた合図で発生した大規模自然災害である1888年の万代山噴火では皇室から恩資金が可視され政府が災害救援対策に乗り出した。それらは報道機関主導の広範囲活大規模な義援金の募集などとともにこれまでの爆破体制のもと狭い地域の中で完結しがちであった人々の意識から 国民意識を育てる一つの契機となり、国家としても近代国家のあり方を示す契機にもなった。1888年の磐梯山噴火後も被災地は二重災害に悩まされた。まず、磐梯山北陸では、ヒバル湖、小野川湖の形成が進む中でに集落の一点を余儀なくされ、登録でも噴火後に流れが変わった、琵琶沢から流れ下る土砂によって二つの集落が、 移転を強いられた。そして岩屑なだれによる大量の堆積物が長瀬川に押し出され続けることによって長瀬川中流から下流域は度重なる水害に見舞われるようになった。結局、山体崩壊によって形成されたヒバル湖、小野川湖、秋元湖の水力資源開発の結果各湖からの排水量がコントロールされるようになって水害は激減する。 また岩屑な誰に埋め尽くされ、荒廃した裏バンダイも、遠藤十二郎らの努力で緑化が進み、1950年には、バンダイ朝日国立公園に指定され、国立公園指定をきっかけとして、観光開発が進み、1888年のバン山噴火によって形成された、五色沼などの多くの故障を要し、風光明媚な裏バンは、東京から比較的近いという地の利もあって、 東北地方有数の観光地へと発展する。しかし1888年のバンダイ山噴火によって形成されたバティガタカルデラ内では1938年と1954年に規模が大きな崩壊が発生しており、1938年の崩壊では死者も発生している。またバンダイ山は活火山であり、火山防災は極めて重要である。 そこでバンダイ山そのものの自然環境、歴史や文化を観光するジオサイトとしての観光推進とともに、火山防災の普及啓発、体制づくりを目的として、バンダイ山をジオパークとする運動が開始され、2011年バンダイ山はバンダイ山ジオパークとして日本ジオパークの指定を受けた。バンダイ山の地形図。バンダイ山は福島県の中央部、稲わ城町。 バンダイ町、北塩原村にまたがる山体の大きさが南北約7キロメートル、東西1 0トル、高さ約1キロメートル、大石が約25立方キロメートルの清掃火山である。バンダイ山は他の清掃火山と比べて山体の大きさに対して標高が高い特徴があり、全体的に急峻な地形となっている。山頂部には旧火口のの平があり、 沼の平を囲むように最高峰の大盆栽、北東部には串ボ盆、南東部には赤羽山と三つの峰がある。かつて1888年の噴火以前には同じく沼の平を囲む峰の一つに小盆栽があったが、噴火に伴う山体崩壊により消滅した。盆栽山は清掃火山ではあるが、単一の火山帯ではなく、前述の大盆栽、串ボ盆。 赤羽山、そして1888年に消滅した小磐台の合計4つの清掃火山が重なり合っていた。これら4つの清掃火山は比較的近接しており、各清掃火山の形成とともに山体崩壊を繰り返すことによって現在の磐台山が形作られていったと考えられている。磐台山の火山活動がいつ頃から始まったのかについては、 はっきりとしていない。バンダイ山の西にはネコマ火山があり、バンダイ山と同様の安山岩により火山体が形成されている。新エネルギー産業技術総合開発機構の調査によれば、ネコマ火山から噴出した安山岩のカリウムマイナスアルゴン法による年代測定は111万年前から35万年前との数値が出されている。 バンダイ山周辺のローム層内のテフラを分析しても、ネコマ火山起源と考えられるテフラは見当たらないため、バンダイ山の活動は、ネコマ火山の活動収束後に始まったものと考えられている。ただし、バンダイ山の山体の地下からは70万年前、112万年前とのカリウムマイナスアルゴン法による年代測定結果が出ている溶岩が見つかっており、 バンダイさんの初期活動によるものである可能性が指摘されているが、バンダイさん以前の噴火活動によるとの解釈もあり、結論は出ていない。はっきりとバンダイさんの活動によるものとされる最初期の噴出物は溶岩が主で、テフラは一層のみである。溶岩の年代測定結果はそれぞれ大きなばらつきが見られ、また一層のみの手札では活動の年代推定は、 困難であるが、バンダイ山周辺の広域テフラの僧除から30万年前よりもやや古い時代のものと判断されている。30万年よりやや古い時代以降、バンダイ山は溶岩や火山灰を盛んに噴出する火山活動を断続的に続けてきた。バンダイ山の活動は大きく分けて、古紀新紀の2期に分けられ、古紀は串毛峰と赤羽山。 新規は大盆栽が形成された活動にあたる。古期と新規の間ないし新規の活動最初期である約4万年前には、盆栽山の南西部で噴火に伴い、大規模な山体崩壊が発生し、山麓に沖縄島岩節な樽が流れ下った。その後、大規模な山体崩壊後の河口では、新たな火山活動が始まり、大盆栽が形成されていった。山では、 約9400年前まではマグマが噴出する火山活動が認められているが、その後の噴火はマグマが直接的に関わることがない水蒸気爆発型であると考えられている。また、中村では、バンダイ山の古希の活動は約50万年前以降、新規の活動は約8万年前から、そして約2.5万年前からは、 水蒸気爆発型の噴火に移行したとの噴火史を唱えている。明治初年に福島県が作成した現在の裏盆台の絵地図。大盆台の左側に8 8 8年噴火に伴って発生した三体崩壊で消滅した小盆台が確認できる。1888年の噴火に伴う三体崩壊によって消滅した小盆台の形成時期は 約5万年前という説と大万代と同じく新規の万代火山の活動によるものであるとの説がある。約5万年前との説の根拠は絵画資料などから復元された消滅前の小ダイは侵食があまり進んでいない大万代よりも解析が進んでいたと考えられること。そして小盆栽の火山活動によって噴出したと考えられるとした火山灰の相乗根拠としている。 一方、大盆大と同じく新規の盆栽火山の活動によるとする説の根拠としては、復元された小盆大は古希の火山活動によって形成された串ミ峰と赤羽山よりも侵食が進んでいないこと。また、盆栽山の北西部に見られる溶岩状のシワや溶岩堤防が、 はっきりと残っている長さ約4 5トル、幅約7 5 0ル、厚さ約5 0ルのバンダイ火山の溶岩流の中でも最も新しい時代のものと判断される溶岩流について、その流出経路から考えて小バンダイの活動によるものであるとして、バンダイ火山の中でも最も新しい時代に形成が進んだ火山体であるとみなしている。 1888年に消滅した小番台は、各種資料による推定によれば、大番台の北内市、やや北北東より、串家峰の西内市、やや西南西よりにあって、標高は1819メートルの大番台よりも、数十メートル、低い1740メートルから1760メートル程度であったと考えられている。 また小番台の西側山体には小番台の一部と見られていた湯下山と呼ばれた峰があり、湯下山から北西に伸びていた尾根周辺には上の湯、中の湯、下の湯という三つの温泉があったと考えられている。番台山の火山活動の特徴として、これまで山体崩壊を頻繁に引き起こしてきたことが挙げられている。番台山の山麓からは15層もの山体崩壊に、 伴う岩屑な誰の堆積物層が確認されている。万代火山の形成史の中で、これまで多くの山体崩壊が発生してきたのには、何らかの原因があったものと考えられている。千葉、木村、佐藤では、万代火山の活動を6噴火フェーズに分け、各フェーズの間には活動の休止期があったとした。そして休止期を終えて新たな噴火フェーズに入る時期に、 プリニー式噴火に伴い、全噴火フェーズで形成された、非山体が大規模な山体崩壊を引き起こしたとの説を唱えている。他の火山に比べて急峻な万イ山の地形が山体崩壊を引き起こしやすくしているとの説もある。この説では、口述のように、清掃火山の形成が一段落した後、水蒸気爆発によって、規模の小さな山体崩壊が繰り返され、 その結果として急峻な上に小崩壊の影響で不安定となった山体が大崩落するタイプの山体崩壊が発生するというメカニズムが提唱されている。また大谷は万代山の火山体の北西から南東方向には断層活動に伴って地殻弱線帯が形成されていて地殻弱線帯は破砕や温泉による地質の変質作用の結果。 もろく崩れやすくなっているとした。つまり、バンダイ山の北西から南東側にかけて、体上のもろく崩れやすい近く弱戦隊が存在していると考えている。そしてこれまでバンダイ山で頻発してきた山体崩壊は、この近く弱戦隊部分の崩壊をきっかけにして発生しているとしており、北西や南東方面といった、 地殻弱戦隊に並行した三体崩壊は、崩壊の開始部分が地殻弱戦隊の太さに限定されるために比較的小規模なものに止まるが、一方、地殻弱戦隊と直行する南や北方向へ向けての三体崩壊は、地殻弱戦隊に沿って大規模に崩れ出してしまった場合、規模が大きな三体崩壊に発展してしまうことになる。この説では、 約4万年前のバンダイ山の南西部で発生した沖縄島岩雪なだれや1888年の小バンダ台を消滅させたバンダイ山の北側で発生した山体崩壊は地殻弱戦隊に沿って発生した大規模な崩壊がきっかけとなって大規模な山体崩壊に発展したものと判断している。前述のようにバンダイ山の火山活動は約1万年前以降 マグマが直接関与しない水蒸気爆発型の噴火となっている。そして、水蒸気爆発に伴い、三体崩壊が発生していたことが、山麓の岩屑だれの堆積物の分析から明らかになっている。バンダイ山東側の山麓に見られる、小水滝岩雪れ堆積物、美和ワ岩ワ岩雪れ堆積物、南西側の山麓で見られる。 滝の沢岩雪雪崩体積物は、共に体積物中に、水蒸気爆発時に噴出したと考えられる、火山灰が確認される、過去1万年以内の山体崩壊による、岩屈雪崩体積物と考えられている。中でも、登録のビワ沢岩雪な雪崩体積物は、体積物中の木片の放射性炭素、年代測定結果から、約2500年前の山体崩壊によるものであると、 考えられている。小水拓岩な雪れ体積物、ビワ沢岩岩石雪れ体積物、滝の沢岩石雪れ体積物を引き起こした三体崩壊は、それぞれ約4万年前のバンダイ山の南西部で発生した沖縄島岩な雪れや1888年の昭岩台を消滅させたバンダイ山の北側で発生した三体崩壊よりも小規模なものであった。 しかしこのような小規模な三体崩壊を繰り返していくうちに三体全体が不安定な状態となっていき1888年の大規模な三体崩壊を引き起こすことにつながったとの説が唱えられている歴史記録に残るバンダイ山の噴火は806年の噴火である新編ガイズフード期によれば江日時はバンダイ山の怒りを沈めるべく807年に 創建されたと伝えられており、また、万代山山頂周辺では806年の噴火によると考えられる水蒸気爆発に伴う噴出物が確認されていて、806年の噴火は事実であると見られている。806年の噴火後、江戸時代の天明年間にも噴火活動があったとの説がある。この説では、 1787年に出版された、東国旅行団という書籍に掲載されている、万代線の炎という万代山の記録、そして1888年の噴火後の調査で、地元住民から、江戸後期に大量の岩くずが、岩沢を流れ下ったとの言い伝えがあるとの記録から、天明年間に山頂部の旧河口の沼の平らで、水蒸気爆発があり、 噴火に伴って、美和沢方面へ爆風が流れ下った可能性が高いと分析している。なおこの分析では1888年噴火時にも、沼の平ら周辺で噴火が発生し、美和沢方面へ爆風が流れ下ったとして、天明年間のそれと類似の減少が約100年間隔で繰り返されたとしている。その他1719年に噴火の可能性がある記録があり、 1643年、1655年にバンダイさんが明動したとの記録もあるが、いずれも不明確なものである。しかし、沼の平では、噴火前、中央部に常に噴気がある、硫黄山と呼ばれた小級があって、マッチ製造用の硫黄を採掘していたと伝えられていて、1888年のバンダイさん、噴火以前の噴気活動は、 比較的活発であったと考えられている。帝国大学助教授の菊池安ス,スケッチの噴火後に北側から見たバンダイさん。山体崩壊による流れ山が多数確認できる。1890年発表の論文、エッセキや Y 菊池在ラプションオブバンダイさん初週。1888年7月15日の朝、7時30分、ないし7時45分頃。 バンダイ山は噴火を起こした。噴火とともに山体崩壊が発生してバンダイ山北陸の集落が埋没し、さらには山体崩壊の崩壊物は泥流となって長瀬川を流れ下った。またバンダイ山登録の主にビワサ流域には土石流と火災サージに伴う爆風が襲った。そして当時のためにバンダイ山中腹の温泉に滞在していた人々の 多くが噴石などに襲われてその多くが亡くなり死者477名を出す第三次となった。これは明治以降の日本の火山災害の中で最大の犠牲者数である。1888年の万代山噴火はまた明治時代欧米からの科学を受け入れ始めた日本においてこれまでの外国人主導から日本人へと科学の担い手が移り変わる時期に当たっていた。 日本における火山についての研究はようやく始まったばかりであり、バンダイ山噴火は日本の火山研究が盛んになっていくきっかけとなった。中でも、後術の帝国大学の関谷整形、菊池康によるバンダイ山噴火関する研究は日本における総合的火山研究の始まりであると評価されており、また関谷、菊池は噴火後のバンダイ山で地震計による 連続観測を実施し、日本で初の機械を用いた科学的火山観測であるとされている。さらに関や菊池による論文は、その後の火山観測、火山災害についての研究の指針となった。噴火直後、農商務省地質局、内務省地理局、そして帝国大学の研究者が現地に派遣された。各研究機関の職員は、 独自に現地調査、研究を進め、調査研究成果をそれぞれ論文として発表している。また当時活動していた親とい外国人の研究者たちもバンダイさんの現地調査を行い、成果を論文として発表している。ところが、各論文の内容を見ると噴火についての大きな見解の相違が見られ、結果として後世の研究者たちは相矛盾する。 バンダイさん噴火後の研究調査報告論文のいずれかを選択し、研究を進めていかねばならないジレンマがある。これまで多くの研究者は、帝国大学の関や成形、菊池康の研究成果をもとに、それぞれの研究を進化させている。しかし関や菊池の研究をもとにした研究者間でも、例えば噴火の規模が大規模であったという説と、噴火そのものは小規模であったものの、 急春かつ不安定な山体が噴火を引き金として大崩落したという説が対立していると、バンダイ山の噴火と山体崩壊のメカニズムや実態については明らかになっていない点が数多く残されている。1888年7月15日のバンダイ山噴火前、顕著な前兆現象の発生は確認されていない。噴火の約1週間前から、 バンダイ山周辺で有感地震が複数回発生していたことは地元住民の証言から明らかであるが、それ以外に確実な前兆現象を捉えたと判断できる事例は確認されていない。バンダイ山中腹の中の世に当時に訪れていた最中に噴火に遭い、生還した鶴巻両村による証言では、噴火前日の14日は晴天で、 午前10時頃から湯量が少し減り、午後3時以降著しく湯量が減少したとのことであるが、もともと中の湯は晴天時には湯量が減り、雨になると増えるのが常であったため、鶴巻はいつものことであると判断し、異変が起きているとはみなさなかった。噴火時、万代山山腹の上の湯、中の湯、下の湯では、当時客が避難せずに滞在したまま被害に遭っている。 ことから考えても、噴火前に特に目立った前兆現象がなかったことが推測される。1888年7月15日の午前7時頃から、バンダイ山麓では地震や明動が連続して感じられるようになった。7時30分頃には強い揺れの地震が発生し、その後さらに激しい揺れの地震が発生した直後、バンダイ山噴火は大音響と共に噴火を開始した。 噴火は午前10時頃には沈静化していき、噴火当日の16時頃にほぼ収束した。1888年の噴火時、最大で大番台の約3台し4倍の高さにまで噴煙が上がったとされている。山6には火山灰や火山列といった火山噴出物が降下したが、噴火時は西北西の弱い風が吹いている状態であったため、 火山噴出物は主に東南東方向に降下し、福島県の太平洋沿岸まで荒廃が確認された。火山灰は磐台山東側の多い場所で約30センチメートル積もったとの記録が残っている。噴石など火山噴出物による被害は山陸部では少なかったが、磐台山北側の山腹にあった上の湯、中の湯は壊滅的な被害を被り、 多くの当事客や湯守が犠牲となった。磐台山北側中腹から撮影された岩屑な、誰の流下状況。後に、ひばることなる水たまりが確認できる。小磐台を消滅させた山体崩壊は、崩壊部分のボーリング調査の結果、滑りやすい性質の業界岩層を滑り面として、山体が崩れたものであったと考えられている。小磐台が崩壊した後には、 南北、約2トル、東西1.5から2 1トル、深さ100から4 0 0ルの馬帝型カルデラができた。なお馬帝型カルデラの北側については、岩屑の誰が流下した方向に当たるために、カルデラ壁はない。カルデラ壁は垂直に近く崩れやすいため、噴火直後から崩落が続いている。馬帝型のカルデラの北部から、 ヒバルコ南岸付近までの約3トル、幅約6 0 0ル、深さ約40から8 0ルのアバランシュバレーと呼ばれる谷底が平らな箱状の谷が形成されている。このアバランシュバレーは三体崩壊による岩屑な誰が削り取る内し、地滑りを誘発させたことによって形成されたものと考えられている。バンダイ山の馬蹄が高いラからアバランシュバレー、そして ヒバルコ南岸にかけての空中写真。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。2000年9月撮影。画面下方に、山体崩壊後の馬邸がたかるラ。中ほどから髪型にアバランシュバレーが伸び、左髪型にヒバルコが見える。岩屑なだれは、時速約 80km で山麓へ向けて、 流れ下ったと考えられている。岩屑の誰は山麓を流れ下る中で、磐梯山から見て北側から北東側にかけて約34平方キロメートルの範囲に線形に広がり、長瀬川やその支流の谷を埋め尽くした。最も長距離を流下した岩屑の誰は北側に約15キロメートル流れ下った。岩屑の誰の主流はアバランシュバレーを通って長瀬川の上流方面に、 流れたものと考えられ、アバランシュバレーの延長線上に分布する流れ山の規模や密度は特に大きい。岩屑のダレの主流が長瀬川の上流方面に流れ下ったため、長瀬川の上流部は最も厚い堆積物でせき止められることになり、その結果として最も大きなヒバル湖が形成されることになった。そして岩屑のダレは長瀬川の支流の小野川を咳止めて小野川湖。 同じく、長瀬川支流の中津川、大倉川をせき止めて、秋元湖が形成された。また岩屑な誰の堆積地は、起伏に富んでおり、低い場所には、水が溜まり、五色沼などの小拠章が、数多く形成されることになった。なお、山体崩壊は、火山の噴火によるものばかりではなく、地震等によっても誘発される。 火山噴火による三体崩壊の岩屑なだれと非火山性の理由による岩屑なだれとでは流動性に差が見られるとの研究があり、1888年の万代山噴火における岩屑なだれの流動性は火山噴火によるものの数値によく一致しているとの分析結果がある。岩屑なだれが流れ下り堆積した万代山北陸には広い範囲に流れ山が分布している。 流れ山割り口ばかりでなく、ヒバルコ、小野川湖、秋元湖などの固定にも分布している。流れ山の大きさは、底部が数十メートルから200メートル程度、高さは数メートルから20メートル以下のものがほとんどである。また三体崩壊の岩屑なだれは、応力が低下するにつれて、急速に粘度が上昇する、ヒニュートン流体、チキソトロピー的な性質が知られている。 そのため、自然堤防、側端崖、末端崖といった地形を形成するが、バンダイ山の北陸でははっきりとした自然堤防、側端崖、末端崖は確認できない。これは1888年のバンダイ山噴火における岩屑なだれは、地基礎トロピー的な性質が薄いものであった可能性や、噴火以前の現地形の影響を受けた可能性が指摘されている。 長瀬川を下った泥流長坂集落付近で撮影された長瀬川を流れ下った泥流の光景。山体崩壊の岩な流れは泥流化し、川上温泉付近から長瀬川を約6キロメートル流れ下った。泥流は長瀬川流域に大きな被害をもたらしたが、地元住民の証言によれば、泥流は大きな木々が混ざった田んぼの泥のような流れであったという。 火災サージに伴う爆風で破壊された白木城、集落。中ほど右側の潰れた家屋のところに、数人の住民が集まっている姿が確認できる。バンダイ山の登録は、噴火開始直後に、岩形、歴、砂混じりの高温の爆風に襲われた。爆風の勢いは、極めて強力であり、登録の琵琶沢方面では、赤羽山の山腹で、 直径1メートルを超える木がなぎ倒され、麓の集落では、人が吹き倒される、衣服が剥ぎ取られる、歴が激しく当たる、爆風に混じっていた小枝によって、髪の毛や皮膚が損傷するなどの被害を受けた。また爆風は、集落がない磐梯山の北西側も襲ったことが、知られていて、磐梯山北西の丸山は、爆風の影響で豊かに茂っていた森が丸裸になってしまった。 しかし、バンダイ山の南陸や岩屑の誰が襲った北から北東にかけては爆風の被害報告はない。この爆風の正体は火災サージであると考えられている。バンダイ山山陸での堆積物調査によれば火災サージによると考えられる。堆積物はバンダイ山の東側、北東側、そして北西側から確認されている。しかし岩の誰が流下している北では、 火災サージ堆積物は見つかっていない。これは1888年以降も続いた、馬型カルデラの崩壊によって、火災サージ堆積物が埋められてしまい、発見が困難であるためと考えられている。火災サージは、地元住民の目撃証言や堆積物の相違から、複数回発生したと考えられている。初回の火災サージは、 3体崩壊の直前に発生したと見られている。麓を襲った火災サージは厚く、衣服を着ていても火傷を多くらいであったが、火傷による死者や家屋の火災はなく、また堆積物中に炭化していない有機物が含まれることから、あまり高い温度ではなかったと推測される。堆積物の相違から判断すると、火災サージは3体崩壊後も発生したと考えられている。 そして琵琶沢流域では土石流も発生しているが、これは当日午前10時頃に発生した激しい、降雨の影響で発生したとの説と、噴火開始直後、火災サージとともに三体崩壊の発生前に起きたとの説がある。1888年の磐梯山噴火については、現地調査を行った専門家の各論文内容に大きな見解の相違が見られる。また噴火と、 三体崩壊のメカニズムや実態についても小説がある。ここでは、主な説と争点について説明する。関谷、菊池の説帝国大学教授の関谷成慶と、助教授の菊池康の万代山噴火研究は、日本における総合的火山研究の草分けであり、研究の指針となった。帝国大学の教授、関谷成景と助教授の菊池康は、帝国大学の派遣命令を受けて、 噴火直後のバンダイ山に赴き、調査研究に従事した。関谷は小バンダイが全面的に崩落した現場の状況を把握した後、崩壊の規模を算定する必要性を認識したため、帝国大学に測量を行うために、工学士の追加派遣を要請した。関谷、菊地は7月31日からは、バンダイ山中腹の中の湯の半壊した建物をベースキャンプとして、 調査を行い、8月3日からは追加派遣された、工学士のトタニー名蔵もメンバーに加わり、8月8日に下山するまで調査を続けた。関谷と菊池は共同で、バンダイ山での調査研究に従事したが、両名のバンダイ山噴火に対する認識には、相違があったとされる。しかし、両名の研究成果として公表された、関谷、菊池、S 関谷、Y 菊池は、 共に教授である関谷の見解に沿ってまとめられており、関谷の解釈と異なる部分の菊池の見解はなくなっている。いずれにしても、関谷、菊池の現地調査を踏まえた研究成果は高く評価され、1888年の万代山噴火について最も重要な調査研究とされ、専門家は基本的に関谷、菊池の論文をもとに研究を展開するようになった。 関や菊地の説によれば、噴火当日、朝の七時頃から、バンダイ山では山なりがあり、その後、強い地震が続いて発生し、引き続いて強い明動の中、昭番台から水蒸気混じりの岩石が吹き上げられた。まもなく十五回から二十回の大破裂が発生して、昭番台からの水蒸気混じりの岩石の吹き上げが、続き、最終の大破裂のみが上ではなく、 横側である北へと抜けたとした。大破裂が始まってから北側に抜けたという最後の破裂まではわずか1分程度であった。その後も約30から40分間規模が小さな崩落が続いたとした。関や菊地では1888年のバンダイ山噴火の噴火活動は噴火によって消滅した小バンダイで発生したと結論付け。 バンダイ山登録のビ和沢やその周辺に被害をもたらした爆風と土石流は、小バンダイで発生した噴火とそれに伴って、発生した三体崩壊のいわば支流であると解釈した。またセキや菊地は、1888年のバンダイ山噴火に伴う三体崩壊の崩壊量は、約1.213立方キロメートルと推定した。この数値は、 崩壊前の昇番台を円水型をしていたとの推定のもとに算定された。噴火と山体崩壊の経緯やメカニズムとともに約1.2立方キロメートルとの崩壊量推定もまた定説となり、その後も崩壊量が1立方キロメートル程度と見積もった研究成果が公表されている。米地の多段階崩壊説定説とされてきた関や菊池による バンダイ産噴火と三体崩壊のメカニズムについて、米地文夫は地元住民の噴火の目撃団や噴火の最中に撮られたと考えられる写真などから反論を加えている。米地は、関や菊池は自らの説に合わない、目撃団等は無視、歪曲するなど、恣意的な資料操作をしていたと推測している。米地の説の核心は、関や 菊池の定説とは異なり、噴火開始の直後に小バン番台が全面崩壊したわけではなく、段階的に崩壊していったとする点にある。三体崩壊は、バンダイ山北川三腹での水蒸気爆発直後、同じく三腹部で小規模な崩壊として始まったとしている。そして三腹で起きた崩壊の結果、不安定になった小バン番台は、 最終的に長部を含む大崩壊を引き起こし消滅したと考えている。米地は昭和内は噴火開始後、約80分から90分後までは残存していたと考えている。米地の説の根拠は、前述のように地元住民の噴火の目撃談や噴火の最中に撮られたと考えられる写真などである。米地は噴火に関する証言の中でも、 バンダイ山山腹の中の世に当時に訪れていた最中に噴火に会い、生還した鶴巻両村による証言を高く評価している。鶴巻の証言から噴火はバンダイ山北側での山腹噴火として始まり、同じく山腹区部で小規模な崩壊として三体崩壊が始まったことが明確になったとしている。そして最初の破裂の後、約2時間を経た後に2回の破裂があったとの、 証言から、自らの多段階崩壊説を補強している。また、バンダイさん噴火開始直後に撮影された写真には、ショーバンダイが写っているとして、これも噴火直後にショーバンダイが崩壊したという、定説は誤りで、噴火開始後ある程度の時間ショー、バンダイは残存していた証拠であると指摘している。1888年のバンダイさん噴火と山体崩壊について、米地は、 蒸気のように、バンダイ山中腹で起きた水蒸気爆発が引き金となってまず小規模な崩壊が発生し、その後、不安定となった小バンダイが全面崩壊したとのシナリオを提示している。そして、水蒸気爆発自体の規模は小規模なもので、小バンダイが全面崩壊した大規模な三体崩壊はむしろ地滑り的要素が強いとみなしている。そして関や菊池が、 1> 約1.213立方キロメートルと推定した崩壊量についても、推定される崩壊前の小番台の地形などから、考えて規模が大きすぎるとし、0.5から0.6立方キロメートル程度と推定した。米地の多段階崩壊説については、関口、原口、岩橋、茂野のように、多段階崩壊を前提として噴火モデルを提唱している専門家がいる。 一方、多段階崩解説に対する批判としては、まず裏磐梯の旧日バ村方面に流れ下った岩屑なだれは噴火開始から10分以内に押し寄せてきたとの証言がほとんどであり、これは多段階崩解説にとって不利な事実である。また、噴火直後に撮られた写真に映った山影は、小磐梯ではなく、小磐梯の西側山帯にあって、 小番台の一部と見られていた揺げた山であるとの反論がある。これらの反論に対し米地は噴火後約10分以内に山徳の村々を襲った岩屑なだれは山腹部で発生した最初の山体崩壊によるものであり、また噴火直後に撮られた写真に写った山英はやはり小番台であるとの再反論をしている。浜口の複数加工説、浜口博之は 米地と同じく、関や菊地の定説は、噴火の目撃証言や、現地調査の成果に、恣意的な解釈を行っていると批判している。しかしその批判内容は、米地とは大きく異なり、米地の説もまた、関や菊地の定説にとらわれた、現象解釈を行っているとの批判対象の一つとして挙げている。浜口は、噴火直後に、 現地調査を行った研究者による研究論文の内容、そして地元住民の体験報告を精査し、まず農商務省地質局の和田一郎が官報に発表した報告、同じく和田が発表したドイツ語論文、和田と同じく農商務省地質局の大塚瀬一が発表した論文、お雇い外国人の研究者であった WK バートン CG ノットの各論文と、 定説となっている、関や菊池の論文との内容の違いに着目した。バンダイ山の噴火と山体崩壊の経過としては、浜口は、米地のような多段階崩壊説は取らず、定説と同様に噴火開始と、小バンダイの崩壊が極めて短時間の間に、連続的に発生したとの見解を取る。浜口が問題としたのは、関や菊池の論文に基づく定説では、 1888年のバンダイ山噴火は小バンダイで発生し、噴火場所は一つであり、バンダイ山登録の琵琶沢やその周辺に被害をもたらした爆風と土石流は、昭番台山で発生した噴火とそれに伴って、発生した三大崩壊の支流であるとした見解である。浜口は1888年のバンダイ山噴火は、昭番台だけではなく、 沼の平らと、琵琶沢の最上流部の日陰沢でも噴火が発生しており、噴火口は複数であったと主張している。噴火が複数の場所で起きたとする根拠は、まず噴火後の実地調査研究についての席や、菊地以外の論文内容である。官報に、万代山噴火について報告書を掲載した、農商務省地質局の和田一郎は、加工は、 山体崩壊を引き起こした、バンダイ山北部の小バンダイの他に、南部の沼の平らないし、日陰沢にも加口があるとした。和田は1890年に発表した、ドイツ語論文でも自らの主張を繰り返し述べている。またやはり農商務省地質局の大塚千一の報告書でも沼の平らからも不縁が上がり、北方の小バンダイ以外に、東方の美和沢に向けても崩壊が起きたとしている。 浜口はさらに、1890年の、親雇い外国人帝国大学教授の CG ノットの論文では、関や菊池の論文において沼の平らから、岩沢の噴火活動が軽視されていることを批判していることを指摘している。そして、WK バートンの論文中に引用されている、大湾台への登山中に噴火に遭遇した人物の証言を重要視している。 証言の内容は、噴火直後、まず巨大な水煙が立ち上るのを見た。気を落ち着けようとタバコを吸っていると、高温と振動の中、自分の生まれた村が土石流に襲われていく状況を目の当たりにした。その直後、バンダイさんがほぼ丸ごと上に持ち上げられそのまま下の谷の方に流れ落ちていき、同時に立ち上る大量の水蒸気の中、 電光があらゆる方向に放射されたというものである。また、他の地元住民の噴火目撃情報や小林久市の磐梯山噴火に関する論文などからも、関や菊池の唱えた定説は、関谷の火山噴火に関する認識に沿った内容にまとめられたもので、それに合わない情報は無視され、結果として、真の磐梯山噴火とは異なる。 歪曲されたものになったと結論付けている。浜口は噴火の主体は小番台ではなく、沼の平直下約1キロメートルに発生した半径約5 0 0ルの熱水たまりであるとした。この説の根拠としては、上日の噴火直後に現地調査を行った研究者による研究論文の内容、地元住民の体験報告のほかに、近年の番台山直下で発生した。 群発地震の発生状況が挙げられている。浜口は、1888年版第3噴火は、沼の平直下約 1km の半径約 500m の熱水たまりを爆発源とする水蒸気爆発で、噴火直後に発生した水煙は、沼の平の河口から噴出し、その後まず、日陰沢の河口から爆風と土石流が発生し、 続いて沼の平直下の熱水溜まりから割れ目に沿って、斜め北方に高温かつ高圧下にあった水蒸気などからなる火山性の流体が急激に減圧、膨張しながら噴出した結果、小願台を消滅させた三体崩壊が発生したものであると解釈した。噴火と三体崩壊の規模について、道沼越しに見る三体崩壊跡の馬蹄型カルデラ。 1888年の万代山噴火については、噴火と三体崩壊の規模についても論争が続いている。まず前述のように噴火の規模については、最大級の水蒸気爆発であったと評価する説がある一方、噴火そのものは小規模なものであったとする説が対立している。一方、三体崩壊の規模についても三つの説が対立している。まず、石や 菊地が約1.213立方キロメートルと推定して以降定説とされてきた約1立方キロメートル程度という説である。その後も多くの専門家が崩壊部分の面積と深さからの算定などにより約1立方キロメートルとの推定を追認する研究結果を公表している。続いて米地が唱えている約0.5立方キロメートルとの推定である。 米地の推定は、他の専門家と同様に、昭和第三崩壊前の推定された地形と、現状との比較から算定したものである。この約0.5立方キロメートルという推定については、他の火山との崩壊規模の比較検討や山麓に、流化した岩屑な誰の流れ山の分布状況の解析から支持できるとの研究結果が発表されている。山体崩壊の規模については、 さらに小さい約0.14立方キロメートルという説もある。この説の根拠となったのが、農商無償地質局が作成していた5万分の一の地図である、災害地形図、バンダイさんの図である。この図は噴火後の1889年に作図されたものであるが、消滅した小バンダイさんについても投稿線が記入された状態で表記されている。災害地形図、 バンダイ山の図と崩壊後の地形との比較により約0.14立方キロメートルとの推定値が出された。このように山体崩壊の規模についても3つの説が対立した状況が続いている。琵琶沢を流れ下った土石流によって流されてきた実、根の大石。1888年のバンダイ山噴火はバンダイ山の北陸と東陸に甚大な被害をもたらした。 国録と登録では大きく分けて噴石など噴火そのものによる被害、三体崩壊に伴う岩屑なだれによる被害、三体崩壊の岩屑なだれが出入りゅとなって長瀬川を流れ下ったことによる被害、そして万代山登録では火災サージと土石流による被害が発生した。被害の特徴としてはまず死亡者の数に比べて負傷者が少ない点が挙げられる。 これは最も大きな人的被害を出した岩屑な誰は、噴火開始直後に集落を襲ったため、逃げようもなく、亡くなったことと、あと負傷者は入院治療を行った人のみカウントしたためと考えられている。また遺体が見つかったのは、全死亡者の約4分の1に過ぎないことも特徴の一つに挙げられており、やはり岩屑な誰の脅威を示す事実である。 噴火直後の中の湯付近の光景。1888年の万代山噴火において、噴石の直撃など火山噴出物による直接的な被害は万代山山腹の上の湯、中の湯で発生した。噴火当時、万代山の北側山腹には総称、万代の湯と呼ばれた上の湯、中の湯、下の湯という三つの温泉があった。うち上の湯、下の湯は、 湯尻沢という沢の上流側に上の湯、下流に下の湯があり、中の湯は湯尻沢の西側を流れる支流沿いにあった。各温泉は夏から秋にかけては連日多くの当時客で賑わっており、万代の湯全体では十二棟の当時用の建物があったという。上の湯、中の湯の当時客、湯森はまさに噴火の直撃を受けることになった。記録によると、上の湯、中の湯、 下の湯の死者は合計26名、負傷者は5名とされている。これはあくまで身元が判明したものだけの数であるため、死者はもっと多かった可能性もある。上の湯、下の湯の当事客、湯森は全員死亡。中の湯は10名の当事客のうち半数の5名が亡くなり、湯森も死亡した。中の湯の当事客のうち5名は負傷したものの、生還した。 中の湯に生存者がいた理由は、上の湯、下の湯に比べて、西側にあり、噴火場所から、やや距離があったためと考えられている。上の湯は工述する下の湯とは異なり、山体崩壊による岩屑な誰の直撃は、免れたものの、噴石によって、完全に埋没して生存者は皆無であった。中の湯に当時に訪れていた最中に噴火に遭い、生還した。 鶴巻両村の報告によれば、噴火開始後周囲は黒煙に包まれ、大小の石が大量に降り注いだと述べている。また、中の湯の滞在者の中で、大きな石の直撃を受けた人物は皆、亡くなったとも記録しており、中の湯での死亡者の死亡原因は、大きな噴石の直撃を受けたことであることがわかる。1888年の万代山噴火で甚大な、 被害を被った旧ひばる村の集落地図。黒が岩坊なだれに埋まった集落。赤が湖の形成に伴って移転した集落。青が被害を受けなかった集落。OSM を元に作成。岩坊なだれによって完全に埋没した旧細野集落。後にひばることなる水たまりが成長しつつある。万代山中腹にあった三つの温泉のうち、下の湯は、 三体崩壊による岩屑な誰の直撃を受けたため完全に消滅した。下の湯における死亡者は家族、親族からの申し出による確認である。岩屑な誰の直撃を受ける形となったひばる村は壊滅的な被害を被った。万代山の北側に位置するひばる村は、はや、稲沢、小野川、細野木、有子沢、秋元元元。 ヒバル本村の6つの集落で構成されていた。万代山噴火当時、ヒバル村では標高が高く寒冷な気候であるため米を作ることができず、作物としては蕎麦を中心として属、ヒエ、麦、大豆、小豆などを栽培していた。6つの集落のうち早、稲沢、小野川、細野木、ゆう沢の4集落が記事し、ヒバル村の中心であったヒバル本村は、 藍津若松と米沢とを結ぶ街道筋にあったため、木地市の他に宿泊業、運送業など、そして日バ村の中で最も標高が低かった秋元元は農業や養蚕で生計を立てていた。岩坑なだれは、万代山噴火開始後、10分以内に日バ村に到達し、日バ村の集落のうちゆうこさは、細野、秋元元の山集落をあっという間に飲み込んだ。 住民たちは逃げる間もなく、土砂に飲み込まれ、細野集落は全滅、有子こさは、秋元元も8割を超える住民が亡くなった。助かったのは、出稼ぎや買い出しに出かけていたり、魚釣りに行っていたなど、たまたま集落を離れていた者たちだけであった。また、ひばる本村、小野川は、わくずな誰の直撃は、免れたものの、 岩坑な誰の流出一域に仕事に出ていたなどの理由で犠牲者を出しており人的被害がなかったのははや稲沢のみであった。結局ヒバル村では二百名以上の人々が亡くなった。ヒバル村の二十歳、三人も壊滅的な被害を受けた。前述のように当時のヒバル村には水田はなかったため農地は畑の被害であり、またヒバル村での被害地は、私有地は比較的少なく、 勧誘地の占める割合が多かった。そして高地で寒冷な気候であった。ひばる村では、農耕用の牛馬の飼育は少なかったため、家畜の被害は少なかった。バンダイさん登録の被災地地図。赤が主として泥流、青が火災サージによる爆風、黒が土石流の被害を受けた集落。渋谷、白木城の両集落は被災後に移転しており、被災時の位置を表示。 OSM を元に作成。長坂集落付近で撮影された泥流の状況。万代山の北陸を埋め尽くした岩屑なだれは、長瀬川の水などを含むことによって、泥流となり、まず、岩瀬村川上温泉を襲った。泥流は、川上温泉に当時3軒あった温泉場を完全に飲み込み、住民は全員死亡した。なお泥流が、 川上温泉を襲った時点で何名の当時客が川上温泉に滞在していたのかについては判明していない。泥流はさらに長瀬川を流れ降り岩瀬村、長坂を襲った。長坂では集落自体はほぼ泥流の直撃は免れた。しかし長坂では人口の約半数の80名余りが亡くなるという岩屑な誰の直撃を受けた。 日バル村以外で最大の人的被害が出た。これは、長瀬川に近い場所で、農作業中に泥流に襲われたためという説と、万代山噴火に驚いた長坂集落の住民たちは、集落から見て万代山と、反対側の長瀬川方面に避難したところに、泥流が襲ったという説がある。なお長坂は、養蚕が盛んな地であり、7月半ばは、養蚕の繁忙期であったため、 地元住民ばかりではなく、出稼ぎに来ていた人たちも被害に巻き込まれたとの記録が残っている。泥流は若宮村名家まで流れ下った。名家でも10名余りの泥流による死亡者を出している。長坂では農耕用の牛馬の被害も大きかった。また、口述する火災サージ、土石流による被害と合わせて、広い範囲の田畑や山林にも被害が及んだ。 火災サージに伴う爆風の被害を受けた渋谷集落の光景。番台山の登録では火災サージに伴う爆風と琵琶沢を流れ下った土石流による被害を受けた。爆風は岩瀬村県根、岩瀬村渋谷、海湖洋村、白木城、三里村小地架倉の各集落を襲った。琵琶沢を流れ下った土石流による被害が大きかったみ、根を除き、 他の集落は主に爆風による被害であったため、渋谷、白木城では半数以上の家屋が倒壊するなど、建物被害は大きかったものの、死者は各集落で2から3名と比較的少なかった。峰は爆風に襲われた上に、琵琶沢を流れ下った土石流の直撃を受けた。集落の東側は土石流により埋没し、10名余りの死亡者が出た。 なお国の天然記念物に指定されている実、根の大石は、この時の土石流によって流されてきたものである。なお1888年の万代山噴火後、琶沢はその流れを変え、これまで実、根集落付近を流れてから流瀬川に注いでいたものが、白木城、渋谷の両集落付近で流瀬川に合流するようになった。そのため雨が降るたびに、大量の土砂が、 集落近くに押し寄せるようになった上に、琶沢から大量に供給される土砂の影響で、長瀬川も東側に流れが移動するようになり、工述のように両集落は移転を余儀なくされる。万代山登録を襲った火災サージ、土石流によって、田畑や山林にも多くの被害が出た。そして泥流による大きな被害が出た長坂とともに、 み、根では、農耕用牛場にも大きな被害が出た。火災サージによる爆風の被害に見舞われた白木城集落の光景。7月15日、バンダイ山噴火の方が入るや、福島県は早速県の警察部職員を現地に派遣した。また地元でも噴火直後から警察署員と誇調役場職員が救援活動に動き出した。バンダイ山は、 山群内にあったため、災害対応の中核は、山群役所が担うことになった。災害対策仮事務所は、稲葉城町外住家村古町役場に置かれ、山群町が中心となって、災害対応に当たった。福島県警察部の災害対策本部は、稲葉城警察文書に置かれた。また稲葉城町古町役場でも、災害対策の担当者が任命された。 福島県内各地の警察署巡査ら、県職員も出向して、災害対策業務に従事した。7月17日には、福島県知事降りた平内が、被災地の視察を行い、同日、県の各部署における災害対策の事務分担が定められた。また同時に、軍役所出張所、警察文書、誇町役場に、災害状況を。 被災状況の件への報告が指示された。7月17日にはまた、天皇からの恩賜金3000円が貸しされ、被災状況確認のため、東園機愛自重の派遣が決定された。東園は19日から23日にかけて被災地を視察した。口述のように当時、災害時の支援としてはまず備光貯蓄金制度が活用された。しかしこの制度は、 共作時の支援を主眼とした制度であり、使用目的も限定されていて、災害支援には使い勝手の悪い制度であった。そのような中で被災後わずか2日という早い時期に、可視された、使用目的が限定されない3000円の恩資金は、被災者の救援に大きな効果を発揮し、また被災者と被災地に安心感をもたらすことになった。長坂集落付近で行われた遺体の捜索状況。 救援活動の中でまず始められたのが、遺体の捜索と負傷者治療であった。遺体は、巡査二人と妊婦四名がチームを組み、捜索に当たった。発見された遺体の多くは損傷しており、しかも7月の暑い時期であったため腐敗も激しかった。そこで発見された遺体は、妊婦が仮埋葬を行い、各役場で公示された遺体に関する情報をもとに、訪ねてくる家族、親族、 友人知人を前に仮埋葬した遺体を掘り返して確認してもらい遺体の引き取りを進めるといった方法が取られた。そして身元不明のままの遺体は埋葬地の自治体に引き渡した上で再埋葬された。また福島県は各府県に対し現地に居合わせて被害に遭った人がいないかどうかの調査を要請している。負傷者治療のために稲わ城町内に設けられた治療所。 負傷者の治療については、噴火当日の7月15日夕方までに救出された人たちは、稲わしろ警察文書と稲わしろ小学校の校舎の一部に収容され、稲わしろ小学校に設けられた治療所で治療が行われた。また負傷者が多かった岩瀬村長坂にも毛病室が設けられ、緊急治療が実施された。負傷者の多くは、劣傷や骨折、打撲などを負っており、 まず地元の開業医が治療に当たったが、災害発生当初は治療に携わる人員と治療に必要な薬品や医療機器の不足から対応は困難を極めた。やがて、福島県域の病院、そして日本赤十字社、東京定大からも医師が来園し、被災後しばらくの間、負傷者の親族に任されていた看護も7月25日以降は看護師が行うようになった。 治療の結果、症状の警戒、在宅療養への切り替えが進み、7月25日には日清館に治療所が移された。さらに8月14日には、重症者は福島病院に定員となり、軽症者は在宅で、地元の医師が診察を行うことになって治療所は閉鎖された。治療中に伝染病にかかり隔離される患者も出るなど、治療所の運営には困難が多かった。 また治療中に12名の負傷者が亡くなり、障害が残ってしまった人もいた。バンダイ山噴火によって負傷した人を救護する日本赤十字社社員。なお、バンダイ山噴火災害に際して日本赤十字社が行った災害派遣は、これまで赤十字社の活動が戦時の救護に限定されていた中で、災害救護の先駆けとなる事例となった。派遣に際しては、 被災地の現地視察を行った折内福島、県知事から山形有友内務大臣に当てられた被災地の医師不足の電報が山形から宮内大臣、土方久本に伝えられ、さらに、皇后の耳に届いた。皇后は7月19日、宮内省を通して、日本赤十字社に対して委員の派遣を行うよう要請し、日本赤十字社社長の佐野常民は早速派遣を決定した。 実際問題として、日本赤十字社の活動は、災害発生から6日後の21日からとなった。派遣が広報の意向で決められたという経緯から、活動は福島県など現地関係者の全面的なバックアップのもとで行われた。21日は、当初体制が整っていなかった、支援体制が整備されつつある段階であり、患者数も徐々に少なくなっていた。 そのため派遣に実際的な意味がなかったとする見方もあるが、派遣医師が持参した医薬品や医療機器は大いに喜ばれ、現地で活動中の地元医師と協力しながら、救援体制の整備に一定の役割を果たし、24日で支援活動を終了した。また、広報の派遣要請を受けて、日本赤十字社の医師が救援活動に従事したことは、地元において、 バンダイさん噴火の負傷者に対する見方を好転させ、全国的に活動が報道される中で、災害時の人命救助、負傷者支援の重要性を知らしめる機会となった。そして日本赤十字社の活動についても広く知られる機会となった。そして公述のように1888年のバンダイさん噴火は広く、マスコミによって報道され、学術的な研究や支援を行いたいと、 現地入りを希望する人たちが大勢現れた。その中で、帝国大学医科大学も医師の派遣を計画し、福島県に打診を行ったが、現地は医師が足りているとのことで派遣は断られた。しかし、医科大学大学院生であった、羽賀栄次郎は、藍津若松出身であり、是が非でも、故郷の災害救援に携わりたいと願い、同じく大学院生であった、三の厚弘と共に、 帝国大学総長名の福島県知事宛ての紹介状を携えて現地に向かい、ボランティアで医療活動に従事した。これは日本における災害時ボランティアの先駆的な試みとなった。土石流によって被災したみ、根集落の家屋、家を失うなど困窮した人たちのために焚き出し、そして避難所の設置も行われた。炊き出しは長瀬川流域方面で主に実施され、 被災集落が全滅状態であった、ヒ原村方面では少なめであった。炊き出しは10日間実施され、その後20日間は救助前が支給された。そしてヒ原村の被災集落の住民で、たまたま集落に不在であったため難を逃れた人々のために、稲わしろ町、ニーボリの民家を借り上げて避難所を開設した。避難所には世話人を2名配置して、事務や被災者の支援に当たった。 ひばる村以外で被害が大きかった岩瀬村、長坂、岩瀬村県での被災者もまず稲葉城小学校に設けられた避難所に入所したが、その後に稲葉城町、新堀の避難所に統合された。避難所の入居者は家族が亡くなり取り残されて身寄りが亡くなった者や両親を失った子供たちが多かった。なお、避難所が いつまで開設されていたかについては明らかになっていない。そして、家を失った人たちのために、家屋の再建費用にあたる小屋掛け費用の補助も行われた。1888年の万代山噴火災害の場合、岩坑なだれや土石流で集落が埋まってしまったケースが発生したため、全住宅地の近隣に集落を再建することをも考慮しながらの支給となった。また、 被災地の治安維持も課題であった。バンダイ山噴火が広く報道される中で、噴火後数日にして、バンダイ町には多くのジャーナリスト、学者らが集まり、外国人も大勢やってきた。稲和城町は、大勢の来訪者でごった返し、宿泊施設は、たちまちのうちに満員となり、一般住宅にも宿泊する例が、相次いだ。不測の事態を警戒した警察、稲和城町は、 保安対策を強化した。そして口述のように岩屑な誰のために長瀬川が稼働閉塞されてしまったため、長瀬川下流域の農民は農業用水不足に悩まされることになった。乏しい水をめぐって水争いが勃発しそうな状況にまで発展したため、総論中の農民たちに警察が解散命令を出す事態も発生した。 上記の救援活動の費用は、まず1880年に大上官布告により交付された備光貯蓄金の制度により賄われたものがあった。備光貯蓄金とは、共作や天災時、被災者に対して国と地方が平時に蓄えていた資金を食料援助、小屋係料、農具、種もみ台として支給し、地層の負担が困難となったものには、 補助ないし対応することを定めていた。万代山の噴火では、炊き出しと救助米の支給、そして小屋係代の一部として支出された。なお小屋係代は、恩資金と義援金からなる救済金から、その多くが補助されている。避難所の運営資金は、地方税の給育費からと、一部は救済金から、支出された。 そして医療に関する資金はすべて恩資金と義援金からなる救済金から賄われた。稲和城町の津神社の参道に混流された万代山祭死者証根比。1892年、福島県が全国から寄せられた義援金に感謝して混流したもので、大事は有栖川の見当たる人神皇の記号。明治維新以降、日本では 規模が大きな災害は発生していなかった。バンダイ山噴火は日本の近代における最初の大災害であった。バンダイ山噴火に際しては明治以降欧米から日本に入ってきた電報や鉄道が大いに活躍することになった。そして写真や幻灯といった資格に関わる技術が報道やバンダイ山噴火に関する講演で使用されるなど様々な近代技術が 初めて駆使されることになった自然災害でもあった。また、明治20年代に入り、新聞、雑誌といった新しいメディアは、急速にその発行部数を伸ばしていた。万代山噴火の第一報は電報によりその日の、うちに東京まで届けられた、日本鉄道は噴火の前年の1887年には、鉄道路線を宮城県、塩釜まで伸ばしていた。 噴火後のバンダイさんには報道関係者が鉄道を利用してやってきて、それぞれのメディアの特色を生かした噴火報道を繰り広げた。鉄道の利用は現地取材に要する時間の著しい短縮化をもたらし、報道に速報性が見られるようになった。そしてバンダイさん噴火についての報道の中で、試行錯誤をしながらも洋卵機であった映像技術が活用された。また、 江戸時代の爆破体制の下、これまでの災害対応は被災した藩内など、基本的に地域の中で行われてきた。それが、万代山噴火では初めて本格的な新聞による災害義援金募集が行われるなど、国民的な関心事として災害救援が行われるようになり、日本の国民意識を育てる一つの契機になった。また、母親戦争時には、朝敵とされた合図で起きた。 大災害に皇室からの義援金が可視されたり、政府も災害対策に乗り出すなど、国民に近代国家のあり方を示すことにもつながった。東京新室間もない朝日新聞は、万代山噴火報道に勢力を傾け、山本放水作の万代噴火まずを付録とした。1888年の山噴火について、最も詳細な報道を行ったのは、 地元市であった福島新聞であったと考えられている。しかし1888年7月の福島新聞の紙面は発見されておらず、東京発行の新聞に転載された福島新聞の記事内容から詳細な噴火報道が行われていたことが推測されている。また、各新聞の中で最も早く万代山噴火を報道したのも福島新聞であったことが、 地元住民の日記に掲載されていた7月16日付の福島新聞記事の抜粋記事から明らかになっている。東京発行の各紙は16日がたまたま新聞休館日であったため、翌17日から万代山噴火に関する記事を報道している。この17日の報道内容は各紙とも比較的簡単なもので、ニュースソースは公的機関からのものであった。 翌十八日から各種は特徴を生かした万代山噴火報道を展開する。政府寄りの新聞とされた東京日日新聞は天皇からの恩資金三千円の貸しや自重の被災地派遣が決定したことをいち早く社説で取り上げた。噴火報道については特派員を現地派遣せず、主に現地通信員からの噴火報告を連載するという方法や地元市福島新聞の記事の 天才という形を取った。また、当時、経済情報に強いとされ、社会的信用があった、時事新報は、特派員を現地に派遣して、取材を行った。特派員を派遣した、新聞社は、時事新報以外に放置新聞、長野新聞、放置新聞、朝日新聞などがあったが、長野新聞以外の新聞社は、農商務省地質局。 内務省地理局の専門家の現地調査に同行して取材を行った。これは当時はまだ災害現場で新聞記者が独自取材を行うことができる実力に欠けていたためと考えられる。また専門家に同行しての現地取材ではあったが、現地ではやはり各式者による報道合戦が繰り広げられたと考えられている。 各紙の中で現地取材に最も積極的に取り組んだ新聞の一つが朝日新聞であった。噴火のわずか5日前の7月10日に東京進出を果たした朝日新聞は7月16日に新進記者を現地に派遣し、万代山噴火口の現場を報告する記事などを発表した。続いて噴火の状況を版画にすべく。 山本放水と山本の弟子を20日に追加派遣した。山本らも内務省土木局から派遣された古市君武家と同行する形で現地入りしており、やはりこれも災害取材を新聞医者単独で行うのは難しかった実情を示していると考えられる。なお、山本らは朝日新聞市場で岩瀬村、長坂、岩瀬村県でなどといった被災地のルポルタージュを掲載し、 さらに山本が描いた基範がバンダイン噴火神図を新聞付録として発表している。朝日新聞のバンダイン噴火の現地報道は専門家に密着した取材内容や被災地のルポなど知識欲がある新たな読者像の獲得を目指したものであり、噴火報道によって知名度を上げることに成功した朝日新聞は東京での発行部数を急速に増やしていった。 また、万代山噴火後の記者の現地派遣は、農美地震などその後に続く災害報道の先駆けとなるものとなった。噴火開始から数日間の報道の特徴としては、被災者支援に関する報道が少なく、万代山噴火という自然現象に対して、農省無省地質局、内務省地理局、内務省土木局、帝国大学といった専門機関がそれぞれ専門家を派遣し、 学術的な調査を行うといった報道が目立つことである。各紙の社説や記事も被災者はお気の毒であるが、バンダイ噴火は地学に関する学術研究のまさに後期である。といった論調が基本であった。7月21日になって新聞社15社合同で義援金の募集を発表した。朝日新聞は、母親戦争で戦場となり大きな被害、苦しみを受けた合図が、 また、バンダイ噴火という大きな災難に見舞われたとして、合津人民の不幸に同情するという内容の写説を掲載した。翌22日には各紙とも義援金の拠出を促す写説を掲載した。こうして、新聞各紙はこれまであまり報道してこなかった被災者支援にようやく目を向け始めた。その後も義援金の募集や犠牲者追悼の記事が掲載され、 被害状況について紹介する記事は減っていった。また、バンダイさん噴火の調査に従事した専門家に取材した記事や、現地取材に従事した記者たちによる記事が掲載されるようになった。そして8月に入る頃には、多くの新聞では、バンダイさんの噴火報道は、下火となっていく。1888年のバンダイさん噴火では、多くの外国人が取材。 研究投に現地を訪れた。被災したみ、根集落の家屋を視察する外国人そして朝日新聞はバンダイ山噴火災害報道でこれまで見られなかった試みを行った。バンダイ山噴火をテーマとした連載小説虚無僧富士バンダイを7月29日から8月31日までの間の29回にわたって営利で掲載したのである。 この巨無双富士万代の作者は不明であり、小説としても成功したものとは言い難いが、東京進出間もない朝日新聞が読者の関心を得やすい連載小説を掲載して積極的な読者獲得を目指そうとしていたことの表れであると考えられる。前述のように万代山噴火を報道する新聞記事は噴火後約1週間を経て被災者に対する義援金の応募や 現地からの専門家や記者たちの生の情報が掲載されるようになった。噴火直後からこのような報道がなされなかった背景には、もちろん当時の情報の伝達スピードの問題などがあったが、やはり災害報道共通の課題として指摘できる被災地とそれ以外の地との情報ギャップという問題に突き当たる。結局、現地との情報ギャップは十分に解決されるまま報道は、 下火となっていき、世間の関心も低下していった。日本国外のメディアも、バンダイさん噴火を報道した。イギリスのタイムズは、ヘンリー・エス・パーマーの現地取材記事を掲載している。また、フランスのルモンドの通信員であったジョルジュ・ビゴーの、バンダイさん噴火の通信文、同版画が、ルモンド・イルストレに掲載された。田中智学は、読売新聞に、バンダイの利ゆを連載し、 また各地で、検討会を催し、入場料を義援金として、被災地に送った。読売新聞は、自社の特派員を現地に派遣しなかった。しかし、バンダイさん噴火の被災地を訪れていた、田中地学と写真師の吉原秀夫に着目し、田中の寄稿文に、吉原の撮影した写真をつけて、8月5日から10月6日の間、全30回の、 バンダイの利益として掲載した。なお、当時の日本ではまだ写真製版の技術は実用化されていなかったため、吉原の撮影した写真は同版画に転写され、新聞市場に印刷された。ただし当時はこの同版画に転写された写真は版画ではなく、写真として受け入れられた。日本で写真製版が新聞市場で実用化されるのは1890年の とことで、1888年の万代山噴火は、これまでの写真を木版に転写した、写真版画から、写真製版に移行する、まさに過渡期にあったことを示している。田中の現地レポルタージュと吉原の銅版写真は、新聞紙上における写真の先駆的な利用、つまり報道写真という、新たな資格文化の誕生を意味しており、読者から大好評を受け、 部数の拡張に貢献した。また、読売新聞は7月中は他市に比べて、バンダイ噴火の報道は多くなかった。しかし、他市のバンダイ報道が少なくなっていく8月以降、むしろ報道に積極的となり、義援金の募集を兼ねたイベントの告知や、義援金そのものの募集関連の記事、広告が目立つようになった。田中智学は、読売新聞史上で、 バンダイの利益を発表するばかりではなく、バンダイ山の現地視察の成果をより効果的に活かそうとした。もともと田中は新聞市場に視察の成果を発表する予定はなかった。当初の目的は言闘を用いて、言闘会を開催し、バンダイ山噴火の様子を多くの人々に知らせることによって、救援活動に活かそうと考えたのである。明治20年代に入って、 これまで高価で普及が進まなかった、厳冬期も値段が下がってきて、次第に広まりつつあった。知人の写真誌、吉原を解き伏せた田中は、7月20日、共にバンダイさ山の現地に向かった。帰京後、吉原が撮影した写真は、スライド化され、8月から9月にかけて、東京とその近郊の各地で、田中の解説のもとで、厳冬会が開催された。 この幻想会では入場料10銭が徴収され、会場で義援金も募集されたが、共に田中、吉原の名前で被災地に送られた。この幻想会は好評を博し、幻想が流行するきっかけとなったと見られている。田中と吉原の万代山噴火幻想会の観客に、小野菊五郎がいた。幻想会終了後、小野菊五郎は田中を訪ね改めて話を聞いた後、 10月から、ゼマンダイ和平音劇朝サ幻灯画という芝居を中村座で上演した。公演時には会場に田中が持ち帰ったバンダイさんの噴石などを陳列し、芝居の中でも田中地学から借り受けたバンダイさん噴火の被災状況の幻灯が効果的に使用された。ゼマンダイ和平音劇朝サ幻灯画は観客にとって記憶に 新しいバンダイさん噴火のイメージを巧妙に利用した芝居で好評であったという。時事ネタを歌舞伎に仕立てて上演するのは江戸時代からの伝統であったが、そこに伝統が視覚効果を生む新たな装置として活用されたのである。バンダイさん噴火後、現地に押しかける写真屋の姿を皮肉ったジョルジ・ビンゴーの風刺が、バンダイの破裂を写すより写真屋の行列を写した方が、 よほど面白兵衛との文章が書き込まれている。また、帝国大学から派遣されて、万代山噴火の調査研究に従事した関谷整形も、普及啓発活動に原頭を用いたと考えられている。国立科学博物館には、当時、親とい外国人の教授であり、優れた写真撮影の技量を持っていた WK バートン撮影の原頭スライドが残されている。 関谷は、バンダイ山噴火について、大学通俗講演会という講演会で講演をしており、その際に、バートン撮影のスライドを検討機を用いて写し、説明をしたとの記録が残っている。そして、バンダイ山の噴火後、東京や地元福島の多くの写真誌が、災害の写真を撮影した。バンダイ山噴火以前に災害を撮影した例としては、1885年の、 大阪の洪水が挙げられるが、万代山噴火では単なる記録用としてではなく、報道用など営利を目的として写真が、盛んに利用された日本で最も早いケースであったと、考えられている。また、明治20年代に入り、日本でもこれまでの出版から、取り扱いが容易で感度が高く撮影も容易な、看板が普及し始め、写真は、急速に大衆化し始めていた。つまり、 バンダイ噴火は写真の大衆化が始まった時期に発生しており、バンダイ噴火の災害写真は日本の写真史における転換点を示すものとなっている。バンダイ噴火では新聞のような当時新しいメディアばかりではなく、旧来からのメディアも活躍した。江戸時代、災害時に盛んに発行された河原版は、江戸時代と同様のスタイルのものと印刷方法は、 活版印刷を用いながらも出版スタイルは瓦版というものが確認されている。なお、瓦版は1891年のノーベ震時にも発行が確認されているが、その後ろ姿を消しており、磐台山噴火時に発行された瓦版は最終段階のものであったと考えられている。また、江戸時代からの伝統を受け継ぐ西木絵も磐台山噴火に際し発行されている。 このように旧来のメディアも万代産噴火を報道していたが、その一方で新しいメディアが試行錯誤を見せながらも新たな形式、内容の報道を人々に提供した。これはこれまで見ることがなかった写真に映し出されたリアルな災害状況など、人々の災害に対する意識の変化をもたらすものでもあった。長坂集落で撮影された。 デ流リュに飲まれて亡くなった人の埋葬光景デ流リュにより、集落の約半数、80名余りが亡くなった岩瀬村長坂では、前日のように多くの死者が出た理由としては、農作業中にデ流リュに襲われたという説と、噴火に驚いてバンダイさ山と、反対側の東側である長瀬川の方向に逃げた、ところをデ流リュに襲われたとの両説がある。デ流リュによって、 甚大な人的被害を被った長坂集落は、被災後、事実とは大きく異なる被災者を傷つける報道が相次いだ。読売新聞に連載した田中地学の番台機構では、老人や赤子や病気の者を助ける余裕もなく、若者や少年の者たちは我先にと逃げ出したところ、逃げた若者、少年の人たちは見事に泥流に飲まれ、老人や赤子や 病気の者たちは生き残ったという内容の記事が掲載された。つまり長坂では老人や赤子や病気の者を見捨てて逃げ出した不届き者に天罰が下ったというような泥流で亡くなった人々を貶める内容の新聞記事が掲載されたのである。長坂の人々を傷つけたのは新聞などによる報道ばかりではなかった。当時の有力学術雑誌であった 東洋学芸雑誌には、バンダイの登録に、長坂村あり、外産北に、崩壊の際、バンダイは東に崩れ、長坂を埋没する者と誤認し、土人は尊敬すべき両親も、愛らしい子供などはこれ平日のこととして、にわかに仏道の信仰者となりし、ものか、天井殿下由が独尊と真の動物心を出し、老弱用地を後に残し、壮年の男女は、長瀬川を越して、 東大岸に達せんとせしに、兄は、カランや、北より北にデー度の流れのため94人はたちまち、奈落の地獄に入れり、命助かりしは、本当の力なき老人と歩行もできぬ子供のみ、という記事が掲載された。この記事では、長坂集落の事例は、勇者が亡くなり列車が生き残ったと、チャールズ・ダーウィンの自然選択説の逆を行ったと、紹介しているが、 翌月の東洋学芸雑誌には追い打ちをかけるかのように一読者からの質問とその回答という形で長坂で親や子を捨てて逃げたのは一時の気の迷いなのかそれともあのような非常時にはやむを得ないことであったのかについての議論が行われた長瀬川を流れ下った停流に襲われ80名以上の死者が出た長坂集落の慰霊碑1926年混流 当時、ダーウィンの進化論の安易な応用と言うべき、優勝劣敗の絶対史、自然選択説の極端な適用が数多く見られ、実際この東洋学芸雑誌の記事に反論するような、長坂で逃げて死んだ人々は適切な判断ができなかったわけですなわち列車であり、逃げられなかった人は結果として、適切な場所にいたわけであるから、勇者である。 との内容の記事が動物学雑誌に掲載されるありさまであった。実際、長坂集落で亡くなった人たちを年齢別、世帯別に確認してみると、まず30歳以下若年層の死者が多かった。10代、10代未満の死者も多く、子供も多数亡くなっている。被災後の救助前の年齢別支給状況も他の被災集落とほぼ同一であった。 また老人や子供のみ残された世帯は4世帯と、長坂全体の1割余りに過ぎず、家族全員が助かった世帯が10世帯、逆に全員が死亡した世帯も、単身世帯を除いて3世帯あった。これらのことから、青少年の住民が弱者である老人、子供、病弱者を置き去りにして逃げ出し、泥流に飲まれ亡くなったという報道は事実と反するものであったと考えられている。 この弱者を置き去りにして逃げた清掃年たちが避難先で泥流に飲まれ亡くなったという事実と異なる報道によって長坂集落の人々は周囲や世間から避難の矢面に立たされ名誉を委く傷つけられたそして万代山噴火報道によるいわば報道被害に長坂集落は100年以上苦しめられ続けることになった福島県の集計によれば バンダイ噴火に際して集められた募金は総額4万918円58銭となった。これは新聞を通じての義援金、個人、団体が福島県などに送った義援金、天皇、皇后からの恩賜金、皇族、政府要人らの義援金の総計である。義援金は福島県、山群などを窓口として全国の多くの新聞社、各宗教団体、 事前団体などが義援金を募った。また、日本国内ばかりではなく、ハワイなど外国からも義援金が寄せられた。中でも新聞社を通しての義援金は、合計2万3000円余りと全体の半分を超えている。災害などに際しての新聞の義援金募集は、1885年の大阪の洪水時に確認されている。 そして1886年のノルマントン号事件に、際しても新聞を通して義援金が集められた。バンダイさん噴火に際しては、東京日日新聞に引用されている福島新聞の記事により、地元福島新聞が7月20日より義援金の募集を開始したことが知られている。続いて7月21日からは、東京の15新聞社が合同で、 義援金の募集を開始した。最終的には全国55の新聞社が万代山噴火の義援金を募集した。新聞社が広く読者から災害の義援金を募ることは江戸時代から行われ続けてきた災害時の地域内総合扶助というあり方から広く一般社会から寄付を募るというやり方へと変わってきたことを示している。これは新聞社にとっても 特定層だけではなく、広く、一般に購読者を広げるきっかけにもなった。災害時の本格的な新聞社による義援金募集活動は、バンダイ噴火が初めての例であり、前述のように多くの募金を集めることに成功した。この集められた4万円余りの募金は、後述のように被災者の生活再建のために分配されることになった。 稲葉城,城町最小時に混流されている、万代山破裂り際死没の墓の横面、恩資金と義援金で混流されたと記している。福島県は、当初、天皇からの恩資金3000円のうち1000円を、被災者への補助、負傷者の救援費用など被災者支援に充て、残りの2000円で交際を購入して、その利子で急防している被災者への持続的な支援を、行う計画であった。 しかし新聞による義援金の募集状況や他の募金の集金状況が好調であったため改めて範囲を広げて寄せられた募金の被災者への分配が行われることになった。まず被災者に一時救助金として被災者1人当たり2円の支給が決定した。対象者は被災した地元住民に限らず万代山の温泉に当時に来て被災し亡くなった人の家族なども 対象となった。この一時救助金は8月10日から18日にかけて分配された。一時給付金の意味としては被災者への生活資金の支給という意味合いの他に義援金など多くの募金が集まっていながら被災者の手元に届いていないとの不満を和らげるとともに被災者へ募金を配分していく福島県の姿勢をアピールする必要性があったと考えられている。 続いて、発災後約半年後の1889年2月頃から7月頃に、かけて、被災者へ第1回の救済金配分が行われた。この時の救済金配分では、被災状況によって1等から10等まで10段階に、分け、1等は60円、そして10等は7円と、等級ごとの基準額の救済金が支給された。なお、口述のように、 噴火時の岩屑なだれの直撃は、免れた、ひばる村のひばる本村、小野川の両集落の住民も、稼働閉塞の結果形成されつつあった湖の底に、沈んでしまうため、新たな支援対象として救済金配分の対象となった。募金の残額については、福島県は、当初、交際の購入と銀行への預金を行い、 その利子で被災者遺族へ持続的な支援を行う計画であった。しかし、生活難に苦しむ被災者から救済金の再配分を求める声が上がったため、1890年3月末から第2回配分として1等99円、10等11円55銭と、やはり被災状況を10段階に分けた各等級ごとに決められた援助金が配分された。 被災者が数百名単位であった、万代山噴火では、義援金を中心とした、募金の配分は被災者の生活再建に有効であった。なお募金の一部は死没者の昇根費と、慰霊費の根流に使われた。1888年の万代山噴火では、小万代の崩壊に伴う、三体崩壊でひばる村、細野木、有子うこは、秋元元元の三集落は、 岩坑が誰の下にうずもれた。また、万代山登録でも若紙や村名川で栄流に、二十歳が埋まり生活が困難となった。そして海湖洋村、白木城、岩瀬村渋谷では、美和沢が集落近くを流れるようになって、雨が降るたびに土砂が集落付近に流れ下るようになった。その上、美和沢からの多量の土砂供給が続く影響を受けて、長瀬川の流れが変わって、 危険となったため、集落移転の話が持ち上がった。走行するうちに、新たな問題が持ち上がった。ヒバル村で岩屈な誰の直撃を免れた3集落のうち、小野川、ヒバル本村が、稼働閉塞の影響で断水が始まった湖の、そこに沈む見通しが明らかとなったのである。このように移転を余儀なくされた各集落のために、国有地の無償対応、 そして譲渡の方針が打ち出された。1888年10月24日、農商務省は国有地の原野を各個山頂部まで無償で対応し、家の再建と開墾に成功した場合、やはり無償で譲渡するとの内容の指示を行った。この指令は湖の形成が一段落し、集落移転も落ち着いた翌1889年12月3日に、 すでに同指令に基づき国有地の無償対応を受けていた被災者のみの適用として新たな対応は中止された。被災者の生活再建のため地署の減免措置が行われることになった。減免はまず2ヶ月間暫定的に認められ、その間に調査官が状況調査の上、被災の程度に応じて5年、7年、10年にわたって適用されることになった。 1888年の噴火後に、現在の長峰周辺から、万代山方面を撮影した写真。眼下は、山体崩壊で発生した岩屑なだれによって、完全に埋没した、有古沢の集落跡。長瀬川上流部を稼働閉塞したことによる、水たまりが形成されつつあり、後に、ひばる湖になる。岩屑のだれは、長瀬川とその支流の小野川、中津川。 大倉川などをせき止めた。この天然ダムの形成に伴って、裏磐台では湖が出来始めた。出来始め当初、大きな水たまりは四つであった。長瀬川の本流にあたるひばる川をせき止めた、ひばる湖、押沢川をせき止めた湖、小野川をせき止めた小野川湖、そして中津川、大倉川がせき止められて、秋元湖が形成され始めた。その他、ソ原湖、 五色沼などの多くの故障も、沢の閉塞や、岩石流れ体積地の大地に形成され始める。長瀬川の本流にあたるヒバル川をせき止めた、ヒバル湖と押沢川をせき止めた湖は、拡大を続けるうちに一つの大きな湖となった。これが、現在のヒバル湖である。秋元湖は噴火と同年の1888年10月。 小野川湖は翌1889年2月、そして最大のヒバル湖も雪解け水を集めて1889年4月には満水状態となった。ヒバル湖、小野川湖、秋元湖が満水となると天然ダムの一部決壊などに伴って長瀬川下流域は水害に悩まされるようになった。早くも1888年秋には 秋元湖の決壊に伴う水害が発生し、1889年4月、今度は、ヒバル湖が満水となった後にどっと流れ出た水によって、小野川湖が決壊し、長瀬川下流域に泥流が襲い、大きな被害が出た。そして、湖がどんどん大きくなっていく中で、新たな難題が持ち上がってきた。前述のように、ヒバル村の中で岩屑な誰の直撃を免れた、小野川、 ヒバル本村の両集落が水没の危機に立たされたので、ある。集落の移転1889年に混流された、万代山破裂り際死没の墓、北塩原村ヒバル集落にて撮影。まず集落存続の危機に立たされたのが、小野川集落であった。小野川は、天然ダムの淡水の影響で集落が水没する、恐れとともに、ライフラインである集落に至る。 唯一の道路が湖水に沈み生活が困難となることがはっきりしたため7月中には集落移転の方針が確定した一方日バ本村は当初集落の水没は免れる見通しであったものが10月には湖水の底に沈むことが明らかとなったためやはり移転をしなければならなくなった小野川集落の人々の多くは 水没を免れるとされたヒバル本村に移住していたが、採点を迫られることになった。結局ヒバル村の中で無傷で、住んだのは早、稲沢集落のみであった。故郷を追われることになったヒバル村の各集落の住民たちは、新たに形成されたヒバル湖、小野川湖、秋元湖のほとりに、新たな集落を形成した。ヒバル湖北岸のヒバル、 金山は主に旧ひばる本村、西岸の中峰は、ゆう沢、さは、小野川湖の東北東岸の小野川は、旧小野川、秋元湖西岸の秋元集落は、旧、秋元元の集落から移転して形成された。一方、万代山登録の泥流と土石流によって、集落存続の危機に立たされた人々のうち、泥流によって、 二十歳を失った若宮尊明家については、近隣の二十歳を開墾し直した上で大多数の住民は居住を継続することになったが、雨が降るたびに、美和沢の土石流の危険にさらされるようになった開湖、洋村、白木城、岩瀬村渋谷の両集落はそれぞれ近隣へと移転することになった。稼働閉塞による水不足と、利水問題症、万代山の崩壊に伴う、 三大崩壊で発生したい枠図な誰が、バンダイ山の北から、北、東山麓を埋め尽くし、長瀬川やその支流を稼働閉塞して、天然ダムが形成された事実が判明すると、まず天然ダムの決壊に伴って、長瀬川下流域に大規模な土石流が押し寄せる、ことが心配された。そこで、内務省は噴火直後の7月20日、天然ダム決壊の可能性の有無と、 もし決壊の可能性がある場合、天然ダムの水を排水するための導水路を設けられるかどうかを判断するために、古市君武を現地に派遣した。古市の現地調査の結果、当面決壊の恐れはないとされた。この判断は、比較的容易なものであったと考えられている。口述のように、長瀬川上流部には、莫大な量の土砂が堆積しており、 当時の記録からも素人目で見てもすぐに決壊するとは思われなかったからである。噴火直後、水の供給源である長瀬川水系の上流部が複数の天然ダムで塞がれ、その上、季節の用水路が低流、土石流で使い物にならなくなってしまったので、下流域は深刻な水不足に悩まされることになった。そこで用水路の暫定復旧工事を行い、さらには、 稲わし湖の水門からの流出量を減少させて、水位を上げ、その上で、稲わし湖からの用水で水をまかなうとともに、各地に井戸を掘って、急場をしのぐことになった。内務省は噴火翌月の9月には測量の専門家を派遣し、測量を結果をもとに、水不足に悩まされていた長瀬川下流域の利水対策、そして今後起こりうる水害への対策等を検討した。 しかし抜本的な解決は困難であった。それは岩屑の垂れや泥流によって流せ川上流部に堆積した土砂や土石流によって堆積した岩沢の土砂が次々と流れ下っていく中で本格的な復旧工事に取り掛かるのは当時の技術では限界があった。例えば1889年4月に雪解けを待って開始された堰の復旧工事が 6月の春工直後、大雨によって上流より押し流された土砂によって、たちまちのうちに元通りになってしまうという事態も発生した。結局、口述のように、ヒバル湖、小野川湖、秋元湖に築堤が始まる1923年頃まで、長瀬川流域の治水、利水問題は解決の目途が立たなかった。相次ぐ洪水新たに形成されたヒバル湖、小野川湖、 秋元湖が満水となった後、長瀬川中流、下流域では、洪水が頻発するようになった。原因はまず上流部に堆積した、大量の土砂が流れくなることによって、長瀬川中流下流では、川床が上昇してしまい、洪水が起こりやすくなった上に、上流部には、排水がコントロールされない、ひばる湖、小野川湖、秋元湖があるためであった。つまり大雨時には大量の水が、 湖から溢れ出し、川床が上昇した長瀬川下流で洪水を起こすというメカニズムであった。長瀬川上流部に堆積した岩屑なだれの土砂は、厚さ数十メートルから100メートルを超えるとの推定が、されている。傾斜が急な上流部では、侵食がどんどん進み、一方中流から下流では大量の土砂が、堆積していったのである。長瀬川は、万代山噴火後、 毎年のように水害に襲われるようになった。中でも1890年、1894年、1902年、1910年、1913年は大洪水となった。1902年の洪水では長瀬川流域ばかりでなく、下流にあたる稲わ城湖の湖畔の集落にも大きな被害が出た。もちろん頻発する水害にただでをこまぬいていたわけではない。 内務省は技術者を派遣し、予算面でも配慮を行い、内務省の技術者の支援のもとで、福島県は1890年以降、本格的な堤防建設に乗り出した。しかし、問題の本質は、上流からの大量の土砂の供給に伴う川床の上昇と、排水が全くコントロールされていない、ヒバル湖、小野川湖、秋元湖の存在である。 いくら堤防を作ってみたところで洪水によって決壊し、さらに利水を目的とする用水も被害を受け、被災後は住民らが復旧工事に追われるといういたちごっこが繰り返された。湖の利水計画と地水問題の解決秋、元湖北賀にある小野川発電所。小野川湖から取水した水によって発電を行っている。長瀬川水系の豊富な水量とヒバル湖。 小野川湖秋元湖の標高の高さから、田ん次郎は、ひばる湖小野川湖秋元湖が、水力発電に利用できないかと考えた。田ん次郎は1907年に長瀬川など、阿賀野川水系に、水力発電を目的とした、水利圏の申請を、福島県に提出し、水力発電所の建設を計画した。田ん次郎の計画では、ひばる湖 小野川湖、秋元湖には水力発電用の取水石を設ける予定であった。田健次郎の計画は福島県から許可を得ることに成功し、その後ろ田が獲得した水利権は稲葉城水力電機の手に移った。1915年9月、稲葉城水力電機はまず、日バ湖、小野川湖、秋元湖に水門と園庭の建設を行う許可を福島県に申請した。 水門と園庭を設ける目的は、湖から流れ出す水量の調整を行うことにより、水害を防止することと、湖を水力発電用の貯水池として活用するためであった。福島県は1916年申請を許可したものの、長瀬川流域の灌え組合や稲葉しろ湖の下流に、当たる朝霞疎水の受益者などとの協定や、協定に基づく設計変更に手間取り、 工事開始は1923年、完成は1925年となった。水門と延庭の完成に伴い、長瀬川中流、下流域の水害は減少した。これは、ひばる湖、小野川湖、秋元湖からの排水量のコントロールが始まり、その結果、上流部での浸食が衰えたためと考えられている。またこの工事は各湖の貯水量を増大させることも、 目的の一つであり、工事完成後、日バル湖、小野川湖、秋元湖の水位は、工事前と比べて、数メートル上昇した。日バル湖、小野川湖、秋元湖の水門と園庭の建設工事が始まった1923年、稲わしろ水力電気は、東京電灯に合併された。東京電灯の手によって小野川湖から取水を行い、秋、元湖北岸まで導水して発電する。 小野川発電所が1937年に完成し、さらに秋元湖から取水してメーカーまで同水して発電する秋元発電所が1941年に完成した。発電所の建設に伴い長瀬川の流量は減少し、その結果として上流部での侵食はさらに弱くなって、河川改修の進展もあって、洪水も激減した。 1888年のバンダイ山噴火と山体崩壊の後に形成されたバテ型カルデラではカルデラ壁が崩壊によって徐々に後退している。中でも1938年と1954年に発生した崩壊は規模が大きかった。今後も同程度の崩壊が繰り返される可能性が高く、防災の観点からはバンダイ山北側では 山腹部の観光利用はリスクが高いと判断される。1938年の崩壊1938年の崩壊は5月9日と15日に、バンダイ山の馬帝型カルデラの北東端部分にある沿岸という岩付近で発生した。崩壊の規模は崩壊物の堆積した、面積約0.25平方キロメートル、堆積は約110万立方メートルと推定されている。 5月9日の崩壊は沿岸の北東約800メートルの場所が発生地点で前日の雨で雪解けが進んだことが引き金となったと考えられている。崩壊した土砂は土石流となって沢を流下した。そして5月16日の崩壊は沿岸直下で発生し崩壊した土砂はやはり土石流となって沢を流れ下った。16日の崩壊は 高天時に起きており、9日以降まとまった雨も降っていなかったため、9日の崩壊で不安定となった上部の土砂が崩落したものと考えられている。なお1938年の崩壊は1888年の三大崩壊の崩壊物が再崩壊を起こしたものであるとされている。1938年5月の崩壊では土石流が川上温泉付近を襲い、 二名が死亡したほか、住宅の流出、高地や道路の埋没といった被害が出た。1954年の崩壊1954年4月から5月にかけて発生した崩壊は、1938年の崩壊よりも規模が大きかった。最も大規模な崩壊が4月3日に発生し、その後断続的に5月5日まで続いた。1954年の崩壊によって、 バテ型カルデラ壁の南西部幅約600メートルに渡って崩れた。小番台の山頂西側にあった湯げた山はこの時の崩壊で消滅したものと考えられている。崩壊の規模は崩壊物の堆積した面積約1.4平方キロメートル、堆積は約1500万立方メートルと推定されている。崩壊の原因としてはカルデラ壁の風化が進み、 不安定な状態になっていた上に、1954年の春は気温が高く、雪解けが急に進んだ状態で3月28日の降水が重なり、地盤が緩んだことが挙げられている。1954年の崩壊では崩壊物が、馬蹄型カルデラ内を埋め、さらに北へ約3キロメートル、北東に約2キロメートル流下した。 崩壊による人的被害はなかったものの、カルデラ内にあった噴火の湯と呼ばれた温泉宿3軒が破壊され、その後営業再開されることはなかった。遠藤十二郎は岩屑な誰で荒廃した裏番台の緑化に尽力した。1888年の番台山噴火により、番台山北陸を埋め尽くした岩屑な誰によって、裏番台は赤茶けた荒野となった。 政府と福島県は、この荒廃した裏バ内の復興に民間活力を利用しようと目論んだ。国有地であった裏、バ代を民間人に無償対応して植林をさせ、成功した場合、格安で払い下げることを決定したのである。1901年、白井徳次らが植林事業のために土地借用を申請し、翌年から植林を開始したが事業は難航した。 1903年には、北方町の矢部長吉が名乗りを上げて、裏番台の植林事業を開始したものの、矢部の全財産を投入しても植林は成功せず、断念に追い込まれた。矢部長吉の挫折後、植林事業を引き継いだのが、遠藤十二郎であった。遠藤十二郎は、葛岡翔太郎、松本時政、宮森田左衛門、戸田総左衛門と共に、 1910年に、やべ長吉の子である善四郎から、裏番台の植林事業を引き継いだ。遠藤は、林学博士の中村野六の指導を仰ぎ、植林を開始した。まず、埼玉県安行で購入した赤松13万本を植林し、後に、新潟から購入した赤松、杉、漆、もみじ、桜などを追加で植林した。植林した苗木の、 約半数は枯死してしまったというが、裏ダイに点在する故障近くに植林したものはよく根付き、やがて裏ダイに緑が戻ってきた。岩くずな誰に埋まった裏ダイの植生の回復は自然によるものもあったが、五色沼を中心として、遠藤十二郎らの努力によるものも大きかった。そして噴火後百年以上が経過して植林された赤松林は繊維によって、 落葉紅葉樹林となりつつある。植林が軌道に乗った1919 19年6月、遠藤ら5名は、福島県に植林成功届と、勧誘地払い下げ願いを提出する。払い下げには、山郡軍役所の反対があったものの、遠藤十二郎から相談を受けた中村野六が原高首相を説得するなどして、払い下げを受けることに成功する。払い下げ後、 ア津若松カマツの死にせご福屋の主であった、宮森・多財衛門が中心となって、裏バンダイにまず道路を通し、遠藤は、宮森・多財衛門らと共に、バンダイ業森林組合を設立する。そして、遠藤と、宮森は、事業としては成功しなかったものの、バンダイ山中腹の中の湯付近の噴気を水に通す、ことにとって、造成温泉を作り、その温泉を後に、 裏バンダイ高原ホテルとなる地まで引沸し、別荘を建設した。別荘には、宮森の自宅から、諸賀骨頭を運び込んで、避暑地の別荘としての定裁を整えた。このように、裏バンダイの観光開発も始まった。バンダイさんは、戦前から国立公園の候補とされていたが、道路がなく宿泊施設も少ないという理由から、指定には至らなかった。 戦後になって1947年、福島県観光協会が設立発起人となり、福島県の各市町村長を会員としたバンダイアズマ国立公園指定規制同盟が結成され、バンダイ山を中心とした地域の国立公園指定運動が開始された。そして1950年、バンダイアサヒ国立公園が指定された。同年には、 裏ダイ観光協会が設立され、その後、交通の便や宿泊施設等が整備されていくことになり、国立公園の指定は、裏ダイの観光地化が進むきっかけとなった。裏ダイスキー場のゲレンデから、北方の光景山体崩壊による岩屑な誰が流れ下った、溝状のアバランシュバレーの西側斜面を利用して、スキー場としている。画面左上型には、 ヒバル湖、中ほどから上にかけての森林地帯が五色沼方面、右上方には小野川湖が見える。裏バンダイに車道が通じたのは1954年のことであった。その後1959年にはバンダイアズマスカイラインが開通し、1970年にバンダイ山ゴールドライン、そして1972年にはバンダイアズマレイクラインが開通するなど、 交通の便は大きく改善された。裏番台一帯では昭和40年代には民宿、昭和50年代からはペンションの建設が進み、温泉地の開発も進んだ。東京方面から比較的近く多くの故障を要し、風光明媚な裏番台は東北地方有数の観光地となっていった。また1888年の噴火によって形成された地形を生かして、 スキー場が開設された。1958年にオープンした裏、バンダイスキー場は、山体崩壊によって形成された馬蹄型カルデラの北側斜面を利用しており、また、バンダイ山登録の土石流が流れ下った、美和沢では、土砂が堆積した斜面がスキー場に向いていることから、1959年にバンダイ国際スキー場が開設された。 スキー以外のスポーツ施設としては、裏番内には、テニスコート、サイクリングコース、ハイキングコースなどが整備され、また、ヒバルコデなどでは陶器、若さぎ釣りが楽しめる。1988年、1888年の噴火から100周年を記念して、万代山噴火記念館が開館した。また、1957年、稲わしろ町では、 バンダイ山爆発70周年記念追悼会が、バンダイ祭りと共に行われ、その後も毎年継続開催されている。一方北塩原村でも1970年より、先人供養慰霊祭を兼ねた裏バンダイの山祭りが始まり、1985年からは、ヒバル地区でバンダイ山噴火の犠牲者を追悼する、ヒバラ小祭りが行われるようになり、共に継続して行われている。 バンダイ山の馬帝がカるデラ帝から撮影した南から南西側のカルデラ壁の光景。首都圏から比較的近く、風光明媚で春夏秋冬それぞれの観光資源に恵まれたバンダイ山は多くの観光客が訪れるようになったが、1888年のバンダイ山噴火によって引き起こされた岩屑ずな、誰によって多くの故障が誕生し、 また植林の努力もあって森林が復活しているというジオパークにふさわしい地でもある。しかしバンダイさんそのものの自然環境、歴史や文化を観光する、いわゆるジオサイトとしての利用者は少数であった。地域においても1888年の噴火の記憶が薄れていく中、1999年から地元の中学校でバンダイさんについての火山教育が始まった。 そして中学校での火山教育の開始と並行してバンダイ山現地の北塩原村ではバンダイ山の自然環境、歴史文化を観光客に伝え価値を理解してもらうことによって自然環境、歴史文化の保全を図るエコツーリズムが開始された。そのような中で2008年バンダイ山をジオパークとする運動が開始され翌年には バンダイ山ジオパーク協議会が発足する。ジオパーク推進運動では、地域にバンダイ山の自然環境、歴史文化を伝えるとともに、かつ火山でもあるバンダイ山の火山防災についても普及活動を行っていった。観光地であるバンダイ山地域では、火山の危険性の周知が観光に悪影響を与えることを懸念する声も上がったが、 活動を続けていくうちに理解も深まっていった。2011年バンダイさんはバンダイさんジオパークとして日本ジオパークの指定を受けた。指定後も地域や観光客に自然環境、歴史文化を伝え、観光客を集めていくという地域活性化とともに火山防災についての啓発、体制づくりというジオパーク活動が継続されている。ありがとうございます。